に出ればこちらのハンドルで操作が可能となります。コックピット内、奥行きがありますね。結構小物類が置けますね。入れ口だった。はあ、はあはあ。あったけん。あ、ありました。エンジンルーム奥にメインスイッチございます。コックピット真下ですね。こちらにバッテリーがございます。ダブル2バッテリーですね。と収納庫としても使えます。しっかりしてますね。うん、しっかりしてます。ロッドホルダーもありますね。手製のガードがついてます。船体中央部に収納庫ですね。バウデッキ下が錨とロープ類、点が入ってます。広いですね。池間が2箇所ですね。スカッパーも切れそうです。一番端っこですね。オーニングが一部抜けがあります。ありがとうございます。はい、公開灯の点灯を確認しました。緑と白ですね。しっかりついております。
水量灯もバッチリです。最大搭載人数5人です。